アリュー酸をキシダーゼは、すべての真核生物のミトコンドリアに存在する酵素である。アリュー酸が、硫酸に酸化されることにより発生した電子は、シトクロム C を経由して、電子伝達系へ移され、酸化的リン酸化による ATP 合成に使われる。これは陽を含む化合物の代謝の最終ステップであり、硫酸は排泄されることとなる。 アリューサンオキシダーゼは、モリブデンとヘムを補い酵素として利用する、金属酵素である。この酵素は、シトクロム B5 の一つであり、トマッソレダクターゼ、キサンチンオキシダーゼ及び、アショウ酸還元酵素を含むオキソトランスフェラーゼの、スーパーファミリーに属する。哺乳類では、アリューサンオキシダーゼの発現量は、肝臓、腎臓及び心臓で高く、脾臓、脳、 骨格筋及び血液で低い。アリュー酸オキシダーゼは、N 末端と C 末端とで2個の等しいサブユニットから、なる、ホモダイマーである。それぞれ2個のサブユニットはループを形成する10個の、アミノ酸残器によって結合している。N 末端ドメインは、ヘムを含む3つの隣接した逆平行のベータシートと5つの、アルファヘリックスからなる。 シーマッタンドメインは13個のベータシートと3個のアルファヘリックスとそれに囲まれたモリブドプテリンホイ因種からなる。モリブドプテリンは猛中心を持ち、これはシステイン由来のイの硫とピラノプテリン由来の縁、ジチオレート、そして2つの末端酸素により結合している。このモリブドプテリン中心はアリュー酸の触媒酸化の場所となる。 アリュウ酸オキシダーゼの触媒機構、アリュウ酸オキシダーゼの活性部位には、モリブドプテリンがあり、モリブデンの最高酸化数を支えている。酵素が、酸化状態の時モリブデンは、システンチオラートとモリブドプテリンのジチオレンモット、及び2個の末端酸素原子に配位されている。アリュウ酸と反応するとき酸素原子の1つが、 アリュー酸に転移し硫酸となり、モリブデンの酸化数はプラス4になる。そして、水が硫酸と置き換わり、2個のプロトンと2個の電子が活性部位から有利し、活性部位は元の状態に戻る。特筆すべき点はこの酵素反応で使われる、酸素原子は、酸素分子由来ではなく、水分子由来という点である。D アリコ G、D サール A、ラカラ F。 ロッシエム、カニオ・アール、アイデンティフィケーションキャラクタリゼーションオブ、A ノベル・バクテリアル・スルフト・オキシダ・アゼウィズノーヘメ、バインディング・ドメイン・フロム・デナ・コッカス・ラジオ・ドゥ・レンズ。J ・バクテリアル、188。694-701、ドイ、10.1128。 JB、百八十八点二、六百九十四から七百一点二零零六、PMC 百三十四万七千二百八十三、プミド千六百三十八万五千五十九、https コロンスラッシュスラッシュ www.ncbi.nlm.nih.gov スラッシュ pmc、スラッシュアーティクルズ、スラッシュ pmc 一三四七二八三、スラッシュ。 タン WH, アイコラー FS, ホダ S, DMS, ベリッシュ H, ハンリー CA, グラントポリエチュレンクリショナムール TKS.CV, アイソレーティッドスルフトオキシダーゼディフィシャニシー AKS レポートウィズ A ノベルミューテーションレビューオブザリテラチュア。p d a ス百十六 116, 75766, ドイ、10.1542。 ペドズ2004から1897プミド1614720公演 HJ ベチャーラング S ケスラー DL ラジゴポリンキロボルトハパチックスルフトオキシダーゼコングルエンシーインミトコンドリアオブプロスセティックグループスア,ンドアクティビティ J バイオルケム247 775966、プミド434万4230。ありがとうございます。